はいはいはい、いやダウン、いや何これ、ちょっと何すかこれ、もう頼もしすぎるんですけれども、はい、今ですね、迫り来る台湾有事、迫り来る台湾有事をですね防ぐために、中国軍をぶちのめすためにですね、なんとですねすごい計画が発表されました。台湾の海に、台湾の海にアメリカ軍とか自衛隊とかイギリス軍とかがですね、これね、自分たちの軍艦、自分たちの軍艦を100隻並べて中国軍をぶちのめす計画がですね発表されました。どうも闇の駒さんでございます。いやー、もうちょっと頼もしすぎるんですけれども、はい、今の状況からお伝えしていきましょうか。迫り来る台湾有事、この迫り来る台湾有事を防ぐために、そして万が一台湾有事が発生してもですね、その影響が日本の本土には及ばないようにするために、今絶対及んじゃうんだけどね、するためにですね、今自衛隊バリバリじゃないですかね、宮古島の駐屯地であるとか石垣島の駐屯地に続いてですね、地対艦ミサイル部隊をですね、なんと沖縄本島にですね、もうですね、このミサイル部隊をですね、これ発足させるという状況になっておりますよね。そもそもですね、これね、台湾有事の状況を言うとですね、これね、台湾がですね、どのように中国がこれ占領してくるのかというところなんだけども、これ真正面からの武力紛争はおそらく中国はそんな気合いございません。だってね、戦力的にも多分無理なんですよね。中国からですね、戦闘機がフィアーンと飛んできてですね、爆撃をするじゃない。その間隙を縫ってですね、この海を渡ってですね、中国軍がですね、陸軍がですね、こうね、渡り込んでくるというのがね、これ武力紛争の基本的な形になってくると思うんだけども、そもそもそれ無理なんですよね。だってね、武力紛争がっつり起こしちゃったら、自衛隊であるとか米軍がですね、まず間違いなく守りに来ると。そして、台湾は台湾でですね、これ防衛能力を上げておりますから、反撃があるという状況もありますし、そもそもですね、これね、米軍とかですね、自衛隊をですね、先に叩いておかないと、中国軍絶対無理ですから、でも自衛隊基地であるとか米軍基地を叩くね、中国軍がだよ、爆撃をする。でその上でですね、10万人規模のですね、陸軍のね、中国兵をですね、船でここの台湾に渡さなければならないんだけれども、そもそも中国はそんな揚陸艦ございませんし、そこまで真っ向からですね、米軍と戦う気あんのかよっていうのもありますから、これね、多分ね、武力で来るというのは可能性めちゃめちゃ薄いんですよね。それは前から言われてるじゃない。となったら中国は何をしてくるのか。そう、海上封鎖ですよね。これはもう数ヶ月前から言われておりましてね、海上封鎖っていうのはね、台湾の前、去年の8月くらいにもですね、おかしなですね、軍事演習をやりながらね、台湾封鎖に近いことをやったでしょ。台湾の周りにですね、中国の軍艦をプカプカ浮かべてですね、誰も台湾に渡れないようにするというような、海上封鎖でございまして、まあ、兵糧攻めの一種でございますわな。これであればですね、犠牲者が少ない形で、台湾人の心を折ることができるんではないのかと。だからその可能性が一番高いよね、と言われておりましたよね。これに対する対抗策が今回のお話なのでございます。もう先ほどこれから読んでいくんだけども、どんな感じでいくのかというとですね、簡単に言うとね、台湾を守るぞって言ってるですね、台湾であるとか自衛隊であるとか米軍がですね、これ、およそ100隻のですね、軍艦をですね、台湾の海域に並べまして、海の回廊を作るらしいんですよ。これ見えますこれ海の回廊って書いてあるでしょ。で、これ台湾じゃない。で、ここに青い線が2本あるでしょ。ここのね、両側にですね、自衛隊とかアメリカ軍のですね、軍艦をですね、両側で50隻、合わせて100隻並べてですね、ここを守るんだって。ここに鉄壁の防御陣を引いてですね、中国軍を立ち寄らせないというような状況のという作戦らしいんですよ。で、これであればですね、多くのシナリオで中国軍をですね、封鎖することができるであろうという形なんだけれども、ただね、いくつかのシナリオは、このね、鉄壁と言われるこの防御回廊をですね、中国軍が撃破して、この海の回廊を潰してしまえるね、中国軍がね、潰してしまえるというシナリオもいくつかあるみたいで、これね、何がキーワードになってくるかというとですね、なんかね、やっぱりね、情報戦でサイバーだよね。どこだっけ、先に言っちゃうとね、この C4ISR 能力でね、中国が上回るのかアメリカが上回るのかという勝負になってくると。で、この C4ISR 能力っていうのは何かっていうとですね、僕も知らなかったんだけど、これね、敵を発見してその情報や命令を素早く伝えて指揮統制する能力のことを言うらしいんですよね。で、今のところはですね、もうアメリカ軍の方が、ね、全然上であろうと言われてるんだけれども、でも中国がさ、サイバー攻撃とかさ、なんか AI とかにやたらと力を入れてるじゃない。中国もね、この部分の能力を上げてきてるから、ここの勝負らしいんですよね。っていうのをですね、鑑みた場合、中国軍がね、この鉄壁の防御陣を撃破するという可能性もあるらしいんだけれども、でもね、多くのシナリオではですね、このね、海の回廊でですね、これ完璧にね、台湾をですね、守り抜けるそうなんで、ちょっと面白そうだからね、ついにですね、これね、海上封鎖という話からね、一歩前に進んだね、詳細な情報が出てきたから、俺嬉しくてさ。で、その詳細な情報がね、やっぱりね、日米有利だと台湾有利かね、台湾有利という話でございますから、やっぱ嬉しいんだよね。あ、ほんでさ、
ただね、さっきも言った通りですね、中国のサイバー戦であるとかですね、AI のですね、を使ったですね、戦闘に関してはですね、全く油断ができないなと思いまして、それがね、今回のこのニュースは、今、この間ね、ネットですごい大騒ぎになってたこのニュースなんですよ。あのね、自衛隊の、海上自衛隊のですね、出雲っていうですね、護衛艦あるじゃない、この護衛艦のですね、上をですね、中国人が中国のドローンを使って、全撮影に成功したっていうことで、ここ数日ネットが大騒ぎになってましたよね。こんなことを許してしまっていたら、出雲の装備であるとかですね、もう情報が全部筒抜けになってしまうじゃないかと。これ自衛隊のですね、このドローンに対する対策はですね、一体どうなってるんだという形でネット大騒ぎでしたよね。で、結論から言うとですね、これね、どうもフェイク動画だったらしいんですよね。今回ですね、木原防衛大臣がですね、今日の午前中の記者会見で、これフェイク動画の可能性が極めて高いと、悪意を持ってですね、中国人のアホがですね、捏造して、日本人を騒がせた可能性が極めて高いということがね、発覚したのよ。でさ、そういうね、プロパガンダとかさ、捏造映像にはですね、みんな騙されるなと言っていた俺もですね、今回ガッツリ騙されまして、大騒ぎしてしまったんだよね。いや、こんなん許してしまってたら、お前、ダメじゃねえかと。しかし、この街中でですね、ドローンを撃ち落とすわけでもいかないから、これどうすりゃいいんだ、おいおいおいと思っていたら、結局完全にフェイク動画だったというお話なんだよね。こういうね、これフェイクどうなの、わかんねえ、どうなのっていうことをですね、中国海軍はいっぱい多分ね、台湾有事が起こるときにやってくるんですよ。マスコミを通じてなのか、SNS を通じてなのかわかりませんけれども、こういうプロパガンダ作戦でね、俺たちを混乱のね、るつぼにですね、叩き落とすようなことをやってきますから、絶対に。だからみんな気をつけような。気をつけような。まあ、俺も含めてな。俺も今回やられちまったわけだからな。気をつけようね。はい。ということでですね、こういう攻撃も予想されるですね、台湾有事。その台湾有事からですね、台湾をいかにして守り抜こうとしているのかね、中国の海上封鎖というのが一番可能性が高いね。しかしですね、この海上封鎖をですね、100隻の軍艦で鉄壁の防御陣を引いて、海に回廊を作ってですね、どうも守ろうとしているようでございますわよ。ちょっとその詳細な内容を読んでいきましょうか。いきますよ。これ面白いよ、本当にね。こういうの、楽しいな、これな。いきますよ。自衛艦もですね、派遣。自衛艦も派遣ですかと。海上封鎖を破るには、中国の目を潰せるかどうかが鍵である。この目というのがですね、さっきお伝えしたですね、C4ISR 能力と呼ばれるですね、敵を発見して、素早く対応する能力という形になりますな。中国は台湾を取れるのかという内容でございます。いきますよ。台湾有事はどのように始まるんだろうか。多くの専門家が可能性が高いと指摘をしているのが、中国による台湾の海上封鎖である。これは言われてますもんね。これに対してですね、アメリカはですね、台湾に加えて日本などの同盟国とともに海上艦艇をね、台湾東側のですね、海に海域に展開をして、要するにここですよ、ここ東側海だから、ここね、台湾の東側ね、ここにですね、米軍であるとか自衛隊のですね、艦船を集中させて、そして何をしようとしてるのかな、そう、回廊なんですよね。必要物資をですね、輸送する海上ルートを確保して、中国に対抗することが想定されるとね。中国はですね、潜水艦や機雷を使って海上ルートを潰そうとするであろうと、海上封鎖をめぐるですね、このアメリカと中国の戦いは、一体どちらに軍配が上がるのか、その予想なんですよね。はい、実力白昼のチームが戦う、スーパーボールの勝者がどちらなのか、事前に確信を持って予測するようなものであると。つまり、これ予測は難しいけれどもというですね、前提の上でですね、これ予測してるんだよね。いきますよ。アメリカのシンクタンク、ブルッキングス研究所のマイケル・オハンロン上級研究員はですね、2022年8月に発表した報告書、中国は台湾を取れるのかで、こう指摘をしました。アメリカのですね、アメリカンフットボールの一大イベントために予測が難しいとされたのは、海上封鎖をめぐる米中の戦いであると。まあ確かにですね、これ海のですね、位置関係見てみると、もう中国の真横なんだよね。ただ中国はもう永遠に物資をここにね、こう投入することができて、でアメリカからはですね、遠く離れてますよね。自衛隊に沖縄に基地があったりとかですね、このグアムに基地があったりとかするんだけれども、とはいえ遠く離れてる、一体どこまでアメリカ軍は対抗できるのかみたいな状況ではあったよね。で、オハンロン氏はですね、中国が台湾に、台湾着上陸侵攻、要するに上陸侵攻する事態は可能性が低いと分析をする。そう、台湾にですね、中国軍が直接乗り込んでくるという可能性はとっても低いんですよね。だってそんな大人数のね、中国人兵士を運ぶための揚陸艦を中国は持ってませんからね、現在ね。はい、アメリカのですね、介入を防ぐために、西大西洋のアメリカ空母や米軍基地を叩かなければならないからであるとね。このね、アメリカ軍の基地を放っておくとですね、海を
プカプカと中国軍兵士が渡ってる間に、バリバリゴリゴリに攻撃をされて、沈んじまいかますからね。だからですね、あの米軍の空母であるとか基地を先に叩くのが最低限の条件になってくるんだけど、そんなこと自体が中国できないんだよね、きっとね。はい、失敗をすれば中国の国内でも批判を招きかねない。そもそもですね、中国軍は、着上陸侵攻にですね、必要な水陸両用艦に十分な投資を行っていない。そう、あの揚陸艦をね、6スパ持ってないんですよね。はい、報告書では最もありそうなシナリオとして中国による海上封鎖に焦点を絞っておりまして、シミュレーションを行いました。金門バソなど、台湾のですね、離島を占拠するよりも、台湾住民の被害を最小限に抑えることができるんだとね。要するにどういうことかというとですね、どこかな台湾をですね、これ落としたいときはですね、まずは台湾のね、周辺の島から多分落としていくことが予想されますよね。それがですね、これ、まずこれ金門島、ここ台湾なんですよ、これ。中国のすぐそばにいるこれ。まずはここを落とす。もしくは、バソレットってここだよね、この辺にですね、あのちっちゃい小島がいっぱい浮かんでおりまして、ここも台湾なんですよ。この辺を占領してからですね、中国は攻めてくるであろうと、武力侵攻する場合はね。でもですね、この島を攻撃した時点で完全に戦争状態になりますから、米軍も自衛隊もイギリス軍も西側諸国もフィリピン軍もね、場合によってはね、もうですね、あの一気にですね、緊急事態対応するでしょうから、それを先にやっちゃうとですね、中国台湾をですね、征服できる可能性はやっぱ減っちゃうんだよね、減っちゃうんですよね。はい、だからですね、どこだっけ、自立上の台湾統一を実現する上で最も効果的だからだと、医薬品や生活必需品をですね、運ぶ船にね、これ海上封鎖の話ね。医薬品や必要、生活必需品を運ぶですね、船に、中国本土への立ち寄りを義務付けまして、リスクを回避したい船会社が台湾への輸送に二の足を踏む事態というのが考えられると。だからね、ほら、アデン湾、中東のアデン湾でですね、もうバカみたいに攻撃をされてるでしょ、あの船会社がね。それによってですね、ね、スエズ運河も含めてですね、海上ルートがですね、シーレーンがですね、今壊されてるじゃないですか。で、あの状況を中国は見ているんですよ。で、同じようにですね、台湾に行こうとする船に対してですね、何らかの攻撃もしくは何らかの制約を加えることができたら台湾は干からびるんですよ。それが分かっているからですね、海上封鎖をすると中国は言ってきてるわけですね。はい、これに対してですね、アメリカはですね、台湾に出入りをする貨物船などが安全に航行できる海上ルートの構築を目指す、そう、海の回廊をですね、作ろうじゃないか、アメリカ軍や自衛隊の力だって言ってるんですよね。はい、対艦ソナー能力を踏まえて10キロから20キロごとに、海軍の艦艇を配備すると仮定をすれば艦艇100隻が必要になりますと。このうちですね、日本、オーストラリア、そしてイギリス、フランスのうち、1カ国から2カ国がですね、10隻から50隻をですね、派遣する前提で、シミュレーションは進んでいくという話なんですよね。つまりですね、残りの50隻は米軍が用意するのかしら、どうなのかしらね。うん、で、魚雷とですね、ミサイルと、アメリカ主導のですね、海の回廊を維持する上で最大の難敵は中国の潜水艦であると。中国はね、今ね、潜水艦バリバリに一生懸命作ってるからね、この潜水艦が鬱陶しいよねと、なかなか見つけづらいし、攻撃能力は高いしね。はい、中国軍はですね、60隻の潜水艦を投入し、米軍や自衛隊の艦艇を攻撃してくるということがですね、予想されますと。シミュレーションではですね、60隻のうち20隻は魚雷で、残り40隻は射程50キロから200キロの対艦ミサイルで、攻撃すると考えておりますとね。ここでポイントになるのがですね、さっき言っていた、C4ISR 能力ですね。敵を発見してその情報や命令を素早く伝えて指揮統制するというこの C4ISR 能力であると。中国の、人工衛星やレーダーが船団を発見して、さらには民間商船と海軍艦艇をですね、区別をして、標的を即時にですね、もし中国側が指示をできれば、中国の潜水艦はアメリカ側の艦艇をですね、効果的におそらく攻撃できるであろうと。だからそうした能力がそもそもね、あまり中国側になかったり、米軍などがですね、サイバー攻撃や衛星攻撃で中国の C4ISR 能力がもし麻痺していたりすればですね、中国の潜水艦は自力で敵を探し回らなければならずね、要するに衛星の目なんかを使わずにですね、中国の潜水艦が自力でですね、敵はどこだ先に見つけて、あ、いた、攻撃だということをやらなければならず、効率めっちゃ悪いよね。そんな絶対無理でしょうね。魚雷やミサイルを商船に向けて無駄打ちをすることになるであろうとね、風刺派のようにな。その間にですね、米軍や自衛隊の哨戒機によって発見追尾をされ、中国の潜水艦は間違いなく沈められることになるであろうと。はい、シミュレーションではですね、中国の C4ISR 能力が機能していれば、中国軍は潜水艦29隻の損失で米軍や自衛隊の艦艇100隻をなんと沈めることができてしまう。
これやばいんですよ。だからこの情報収集能力とか指揮命令をですね、素早くやる能力、この中国がもしその能力を高い水準で維持をしていたら米軍負ける可能性があるという話なんだよ。やばいでしょうね。そうなると海の回廊は崩壊してしまうであろう。そうでなければ中国の潜水艦60隻は全て撃沈され、米軍などの艦艇の被害は12隻で済むという結果が出ましたとね。だからね、この海の回廊っていうのはね、ある意味ね、中国軍を誘い込む上でありな作戦なんだよね。ね、この C4ISR 能力で、米軍の方が上回ってるという自信があるんだれば、中国軍を誘い出してね、潜水艦を全滅させることができるね、いい作戦なんだよね。はい、いきますね。数千人の犠牲者では米軍は中国軍の C4ISR 能力をですね、無力化できるのかどうなのか、それはわからないというのが報告書の見解だ。まあ、それはわかんないわな。実際ですね、C4ISR をめぐるですね、戦いに関する予測は極めて難しいんですと。例えば C4ISR を無力化するための重要な、主要な手段となるですね、サイバー攻撃について防衛省幹部は、自衛隊の情報通信基盤がハッキングされた場合の影響のシナリオはですね、無限にありますよと。すぐに修復できる可能性もあるし、ずーっとシステムがね、中国によってですね、壊されて使えないという事態もあり得るんですと語ると。だから予測が難しいんだよね。このため防衛省はシミュレーションでサイバー攻撃で被る損害に関しては、警戒監視システムが3時間使えなくなったといった条件を仮定するしかないというと、オハンロン氏が海上封鎖をめぐる戦いの結果を予測するのが難しいとしたのはこのためなんですよね。C4ISR 能力、これにおいて本当にちゃんと中国を上回れるかどうか、そこはどうしても予測がつかんということだね。ただし報告書ではどちらが勝利をしても双方合わせて数千人の犠牲者が出ると予測をしました。そして劣勢になった方が、負けを認め撤退する可能性も低いとしましたね。だって撤退したらもう取られるんだから、どうしても引くことができないですね。どうしても負けられない戦いにいきなり突入するんですよね、これ。はい。だから撤退する可能性も低いとしました。双方にとって重要な国益がかかった戦いだからであると。このためですね、事態はエスカレートしていってより危険なフェーズになるという前提でもシミュレーションを行いました。そのシナリオとは、劣勢に陥った中国軍が沖縄、アメリカ領のグアム、そして台湾を地上配備型ミサイルで攻撃をして、海の回廊を構築する米軍や自衛隊の艦艇を空襲するという事態であるという話なのね。ここまで及んでるんですよ。で、この次の記事はね、まだ出てない。まだ出てないんだけど、もし出てたらですね、概要欄貼っときますし、もしかしたら動画で紹介するかもしれませんので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。はい、というわけでですね、俺ね、これちょっと面白かったんだよ。ずっとですね、このね、台湾有事はですね、おそらく海上封鎖で来ると。この台湾のですね、海上をですね、中国軍が封鎖をしてくるであろうというふうに予測をしていましたよね。で、それに対してですね、具体的な作戦というのはですね、意外とね、これ報道されてなかったんだけれども、はい、産経新聞ドカンとやってくれまして、なんと海の回廊でですね、ここに鉄壁の防御陣を引いてね、台湾の船とか日本の船とかアメリカの船を通そうという計画があるということが分かりました。そしてこれに関してはですね、問題になってくるのは C4ISR 能力ね、敵を発見してね、素早く叩く能力、これに関して米軍が優れているのか、日本軍が優れているのか、日本軍とか自衛隊ね、そしてもしくは、中国軍の方が優れているのか、これでおそらく全てが決まるというお話でございます。今はね、多分ね、米軍有利だと思いますよ。もうなんだかんだ言って、あれいけると思いますよ。楽観視はしちゃいけないんだけどね。はい、こんな感じでですね、この台湾有事のですね、具体的な中身が徐々に語られるようになってきてます。で、自衛隊もですね、このようにですね、沖縄本島、そして南西諸島にですね、ミサイル部隊を配置してですね、中国はですね、暴発をしないように、なんとか抑え込もうとしています。こんな感じで、マジでですね、これね、台湾有事がどんどんこって、なんかね、近づいてきてるという言い方はな、なんか煽ってるみたいで嫌だよね。中国がですね、台湾有事に関して本気の姿勢をどうも見せてるみたいだから、こっちも本気で対抗するというですね、記事が増えてきておりますので、またシンボリックなものがあったらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。おい、何度もね、自戒を込めて言うわ。中国はね、今回の、出雲をですね、空撮をした、このようなですね、フェイク攻撃をですね、絶対に仕掛けてきます。今後もいっぱい仕掛けてきます。俺も今回これを見てですね、不安になってね、ツイートしちゃったんだけど、これどうもフェイク動画、ね、フェイク映像だったようですので、みんな、冷静になろうな。いざ、中国と紛争とかなったらですね、もう何やってくるか分かんないからね。ね、今のうちに覚悟は決めておこうね。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。